どうも、神戸の増山選手ってスノボー得意そう。で、話見でオザフトボールでーす。ね、あと忍者をモチーフにしたダンスショーに出てそうですけどね。なんか黒い袖なしの T シャツとかタンクトップ着て、なんか和太鼓どんどん叩いてる感じの。というわけで始まりました、トークザフトボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。本日はですね、4大リーグ初挑戦、高額取引選手特集ということで、まあ基本的に若手ですね。まあオランダとかフランスとかポルトガルとか、こういったところで名を挙げてですね、4大リーグ、まあドイツ、イングランド、そしてイタリアと、スペインですかね。まあこういったところのビッグクラブに、まあステップアップする選手、そういった期待の選手をですね、僕自身今日ですね、まあいろんなプレー見て分析しましたので、その結果を話させていただきたいと思います。というわけでどんどん行きましょう。まず一人目はこちら、ニコラ・ペペというわけで移籍しましたって感じで言ってますけど、この選手ですね、アーセナルに、移籍しました。リールからアーセナルへ、移籍金は7200万ポンド、94億円と言われています。アーセナル今季移籍予算なかったんじゃないのっていう感じだったんですけど、これをですね、まあ複数年分割でですね、払うという契約で、このですね、取引を成立させたようなんですね。で、右ウィングが本職の選手でして、左利きなんですけれども、右からまあカットインするタイプの、まあそういったウィンガーですね。まあがっつりカットインするっていうより、右から切り返して左でね、このクロスの、非常に精度が良くてスピードもあるものを、上げられるタイプの選手です。で、ロングカウンターの時のですね、長いストライドで、ボールをぐんぐん運ぶみたいな、そういったプレーを見せますね。あとはですね、ぶち抜く感じのドリブルではないんですが、まあ相手の、まあ、重心移動を見ながらですね、大きいストライドで、ボールを安全な方に進めてですね、味方とコンビネーションしたりですとか、シュートを打つって感じで、守備はですね、波があります。自分が失った時は頑張りますけど、人の時にはあんまり頑張らなかったりですとか、あとはですね、味方が守備をしている時に、高い位置を取ってカウンターに、まあ、備えてるのか普通にサボってるのかどっちか分かんない時もありますね。あとは細かく動き直しはしないんですけれども、得点への意識は高いタイプですので、まあ、それがプレミアリーグで特にね、アーセナルに行ったら中心選手っていう感じではないと思いますので、どういう風に影響が出るかって感じです。一応データで言いますと、昨シーズンの出場時間はですね、3323分で、全フォワード中のトップで、ね、非常に怪我が少なく稼働率が高い選手だっていう風に出ていますね。で、リーグ戦チームの68ゴール中22ゴールをこの、ニコラ・ペペが、取っています。で、昨シーズンは、なんと42試合出場して23ゴールそして11アシストという素晴らしい、結果を出しています。で、ホームで10ゴールアウェーで13ゴールって感じで、ホームで8アシストアウェーで3アシスト、まあアシスト数は多少差があるんですけれども、ホームアウェーなんか遜色なくですね、活躍できていて、アウェーで特にゴールが多いっていうのは、そういった、まあ、カウンターの時にですね、脅威になれる選手っていうのを表しているのかもしれません。このニコラ・ペペを獲得できたということは、右ウィングにおいて 4-4-2 の形がベースになるのかなというふうに思いますと、まあ、前にね、一度アーセナルの問題として指摘させていただいてた、ウィングの選手に、まあ、突破力があるタイプの選手がいませんので、サイドバックとのコンビネーションが主になるっていうふうになりますと、サイドバックが高い位置を取って追い越していきますので、その裏のスペースをカウンターで使われるとですね、非常に厳しい状況になるのがアーセナルの問題でした。そこをですね、まあ、ニコラ・ペペのですね、まあ、個人技、まあ、1対1の強さとかでですね、攻撃を完結させられれば、サイドバックをですね、上げすぎる必要がないっていう戦術も取ることができるようになりますので、その辺なんかも、攻撃力を高めることによってですね、まあ、守備にリスクをかけなくて良くなる可能性が高まったと思います。というわけで続いてはですね、ラファエル・レオン、レアオとかいう風にですね、現地の実況では言われていました。20歳の選手で188センチ81キロと大柄の部類に入る選手だと思います。リールからですね、これもリールですね、ミランが獲得しまして、契約期間5年間で、現地メディアによれば移籍金は3000万ユーロ、37億5000万円だというふうに言われていますね。スポルティングの下部組織出身で、2018年2月にトップチームデビューで、昨シーズンにはリールに引き抜かれて、2018-19 シーズンは24試合で8ゴール2アシストという活躍でした。で、この選手のプレー、スカウティングサイトを使って調べてみました。まず足の回転が速い感じではないんですが、188センチでなおかつですね、足も長いタイプの選手ですので、ね、胴長って感じの選手じゃないので、一歩がすごく大きいですね。それこそストライドが大きいタイプで、そこから相手選手が距離を取っていたはずなのにぐんぐん抜かれてしまうみたいなシーンもありました。あとはですね、長い手足を生かした、この効果を及ぼす範囲の広いルーレットだったりダブルタッチ、こう1回のね、ボールの移動距離が長いので、ダブルタッチだったりルーレットの時のですね、まあその、ボールをですね、この持ったままって言いますか、ボールと一緒に移動する移動距離が長いタイプの、まあそういったテクニックを披露するので、相手としても厄介なタイプだと思います。あとはですね、自分自身が得点取るだけじゃなくて、追い越していく選
選手を使うタイミングのいいパスが目立ちました。あとはプレスバックでボールを奪う意識とか高いので、それこそですね、四角の方から、長いストライドでガッガッガッって寄せてきてですね、ちょんと足を出して、相手がね自分の前にボールを置いてたはずなのに、そのつつかれてボールを失ってしまうみたいなシーンも多かったです。あとは長身なんですけど、競り合いは必要な時以外好まないですね。落下地点に入るのが遅いのは多分ヘディングを嫌がってるからかもしれませんし、単純な競り合いの時もぶつかり合いなんかをかなり嫌がってる場面が多かったです。あとは中央からサイドに流れてですね、まあ左足も使いますし、基本的には相手のね、右のウィングと右のサイドバックの間のスペースだったり、サイドバックの裏のスペースに流れていって、そこから長いストライドでドリブルで仕掛けて中の選手とコンビネーションしたり、自分が中に預けて入っていったりとかするタイプですね。裏抜けをそんなに多用するタイプじゃなくてですね、その瞬間瞬間に結構スマートなタイプのプレーを選んで、非常にスケールの大きさを感じさせるゴールも多い選手ってことで、ポルトガルのエムバペとかいう風にですね言われてるみたいですけど、僕としてはすごいアンリに似てる感じの、そのね一歩のストライドが大きいドリブルと、まあスマートにプレーしながら得点を量産して味方も使うっていう感じでね、本当にアンリのように活躍する選手になってくれればいいなっていう風に思います。ミランがね、この選手に続いてコレアを狙ってると、ジャンパウロ監督的にはトップ下を使う 4-3-1-2 を、このね、お気に入りのシステムにしていますので、セカンドトップ的にこのですね、ラファエル・レオンを使うっていうになりますと、まあトップがですね、ピョンテクですので、ピョンテクが結構ね、純粋なストライカータイプで裏抜けする、それによってできたスペースで、スマートなスキルを発揮するのがこのレオンで、でレオンがサイドとかに流れてっていう感じで使うのが左サイド。そしてコレアはですね、もともとアトリチコでは右が得意なポジションで、そこから中に入ってくるってタイプですので、中にポジションを取った状態からまあ右サイドに行くっていう、まあコレアのね、動きも、想定するとしますと、この真ん中ピョンテク、左にラファエルレオン、そして右にコレアって感じでミラン考えてるのかなっていうふうに、このね、最初の初期配置から動いていく、このメカニズムを考えてるのかなっていうふうに思います。で続いてミリタンですね。まあ、マドリの場合ロドリゴなんかもいるんですけれども、まあ先日のね久保の特集とかでも言及しましたので、今回はミリタンで、この選手ですね、ポルトから加入した選手で、対人とビルドアップにですね特徴がある、対人守備強くて、なおかつビルドアップで、まあサイドチェンジだったり裏に抜けていく選手に一発でボールを出すみたいな、そういった、ロングボールを使いこなせる選手です。でですね、プレス体制も強い感じの選手ですので、セルヒオラモスと結構ですねキャラクターが、重なる部分ありますね。なのでセルヒオラモスとの併用どうしていくのか、ジダン3バックを使わないわけではないんですけど、前の政権の時に、使った時あまりうまくいっていませんでした。っていう風になりますと、ミリタンをですね、まあ、使う場合、ミリタンがアンカーになるのか、セルヒオラモスがアンカーになるのかって感じで、カゼミロがいない時にですね、そこに置ける選手にですね、この2人、どちらかが抜擢されるかもしれません。僕としましてはセンターバックはですね、結構前に出ていく守備をアグレッシブにやって裏を取られる機会も多いセルヒオラモスっていうのは、もしかしたらアンカーの方がいいかもっていうね、かつてチェルシー時代に、モーリーニョがダビド・ルイスに、そういう起用の方法をしました。でそれが非常にうまくいってましたので、この辺でセルヒオラモスもですね、カゼミロが出られない時なんかはアンカーに使われて、でセルヒオラモスの方がカゼミロよりもですね、視野の外からのプレスとかにですね、強い、そういったね、ビルドアップ能力って言いますか、プレス体制がありますので、っていうになりますと、カゼミロがいない時にミリタンと、まあ、バランなのかナチョなのかと組ませて、一列前にセルヒオラモスだと、今度はですねレアルマドリの場合ウィングのキャラクター、まあ、右に誰使われるかっていうのもありますけれども、基本的にはベンゼマが空けたスペースに斜めに入ってくるのがあまり得意じゃないウィングが多いですよね。アザールだったりビニシウスだったりバスケスだったりっていうになりますと、中央から出ていかなきゃいけない。ただポグバが取れないと、そういった選手もモドリッチクロスで得意な選手がいませんので、ってなるとアンカーから出ていく。この間ねナチョが出ていってゴール決めて、ナチョバウアーみたいな言ってましたけれども、そういったところをラモスで期待できるかもしれないなっていうふうに思っています。で続いてエンドンベレ。今日気づいたんですけど、エンドンベレね、このどの写真を見てもですね、基本的にすごい心配そうな顔してるっていうね、ジェズスと一緒に並べてみたいなっていうふうに思うんですけれども、スパーズの試合最近見てますと、本当ね遠くから見るとシソコと見分けつきにくいみたいな。ただエンドンベレと見分けをつけようとすると、やっぱりシソコの胸板の厚さっていうのはすごいなと思いますね。まあそんなかなり横道それた話しましたけれども、このですね、まあ、エンドンベレ6000万ユーロ73億円プラスボーナスで85億円までですね増額される契約でスパーズに来ました。長所としましてはフィジカルだったりですとか、そのボディコンタクトの部分ですね。あとはドライブ、このボールを持ち運ぶドリブルが得意で、持ちすぎる部分もあったんですけど、スパーズに入ってからそこまで見せてないように僕には見えます。あとはですね激しい守備、ただですねそういった体をぶつける守備だったり奪い取る守備に行くんですけれども、相手がドリブルで加速してる時に自分自身が整体した状態で、まあ棒立ちって言いますか、足をね、こう並べて立ってしまってぶち抜かれそうになってファールで止めるっていうシーンが、何回か見ていますので、この辺
念ながらね、今後ポチェッティーノの指導で変わるかもしれません。そして奪った後の縦パスでですね、相手の急所にいる味方につけることができますので、そういった、まあ、潰し屋となおかつキーパスを出せるキャラっていう両方できるっていうところ、あとはねドリブルでのキープ力もあって、なんか純粋なねドリブルのなんか基準のスピードが速い感じがしますね。なんかほんと馬力でグンって持っていくときと一気にね横のスライドでかわすとき、両方のねドリブルできますので、かつてスパーズにいたデンベレをね、あのすごいキープ力でしたけど、そういった選手をアップデートさせた選手に僕には見えています。で続いてはジョアン・フェリックスですね。もう今日持ってたのはやっぱりあのアグエロの若い頃とすごい空気似てるっていうね、なんでこの後ですね単発になってヒゲもじゃになってっていう風になるかもしれません。でこのジョアン・フェリックスの長所としましては、このねアトレチコ入った後に、前にね動画で紹介しましたけれども、僕がねあの紹介した部分がアトレチコ入ってからもですね間違いなかったか、調べるためにも見てみたんですね。でその辺でやっぱりそうだなと思ったら、利き足の精度とパワー、右足を使える状況で長い距離のサイドチェンジだったりですとか、ミドルシュートとか、素晴らしいものがあります。あとはゴール前の落ち着き、まあ無理してですね前線に飛び込むタイプじゃないので、その辺はね、このモラタだったりジェゴコスタとかがやって、その手前のスペースで受けようとする感じですね。なので今シメオネはですね基本右サイドで使っていますけれども、右サイドですと2トップが出ていった後のですねスペースに右から真ん中に入ってくるって感じなので、今のジョアン・フェリックスのまあキャラクターとも合ってるのかなっていうふうに思います。であとは他の選手が上がった後のスペースのカバーリング、このですね、自分がまあ例えばセカンドトップにねスポルティングの時が使われていた時にですね、サイドの選手が上がった後のカバーリング早いなっていう、そのね守備の切り替えのところとかしっかりやるなっていうふうに思ってたんですけれども、アトリシコでこのねサイドのアップダウンだったりですとか、全体がねボールあるサイドに守備の時に圧縮した時に一緒にちゃんとね、中盤の背中を守るようなですね、移動もしますので、その辺なんか素晴らしいなっていうふうに、守備の規律をちゃんと守ってるなっていうふうに思います。で短所としましては、死角から顔を出す動き、このフリーになってる時にずっと棒立ちで今くださいって待ちすぎていて、そこに味方がボールを出す時に後ろからアタックされて失ってしまったりですとか、ちょっとねやっぱテクニックに自信がある分、狭いところで受けようとしすぎてロストするっていう場面はやっぱりあります。であとはポジトラでの急所、この攻撃に切り替わった時にですね、まあ右サイドなんでそこまで問題にはなっていないんですが、どうしてもですね裏のスペースだったりですとか、相手が嫌がるところに走り出す動き出しというのはちょっと遅かったりですとか、最初から狙わないところがありますね。あとは自分が斜め入って味方にスペースを作ったりですとか、急所を逆算する動き、味方がこう動くから自分はこう動けばみたいなところはあんまできるタイプではないので、やっぱりリバラとかイスコタイプの選手だなって思いますけど、ただそれでも前を向けた時にですね、そういった選手たちよりもこのシュートのレンジだったりロングパスのレンジが長いんで、その辺を使いこなせればですね新しいタイプの選手になるかなっていうふうに思います。で最後はダニエル・ジェームス、21歳170cm76kg ということで、こういう時に 170cm っていうキリのいい数字の時は大体ちょっと持ってるっていうね、身長高めにした方が評価高まるっていうね、まあプロレスラーとサッカー選手というところありますから、なんでそういった話ね、まあスポーツ選手全体的にそうなのかな、置いといてね、すごい普通のファンの人っぽさがこの写真だとあるんですけれども、ジェームスに関しましては2018年8月に、バーミンガムシティ戦で、ソンジでデビューしました。でですね、代表デビューも果たしていまして、このねウェールズ代表を選んでるのは、まあお父さんがウェールズ国籍だからだそうです。でですね、チームメイトのオリ・マック・バーニーという人のですねインタビューによりますと、これねユナイテッドの公式サイトから持ってきています。彼はとにかく信じられない逸材だよ、彼がプレーしたこの3試合ではまるで嵐のごとくゲームをさらっていってしまった、乗っている時の彼を止めるディフェンダーはこのリーグにはいないよというわけで、ね、この選手のタイプ的には右利きなんですけれども、置かれるサイドは左側の方がいいですね。圧倒的なスピードでぶち抜くっていうよりも、相手の体重移動の逆を取れた時だったり、ちょっとねかわすドリブル、ちょっと乾感っていうんですかね、その逆を取って、クロスを入れるみたいなだったり、ミドルシュートを打つとか、そういったタイプの選手なんですよ。なんで、チャンピオンシップとかちょっと駆け引きをするよりも突っ込んできてくれるディフェンダーの方が抜きやすかったのかなというふうに思います。なんでその辺がプレミアリーグでですね、ちょっと経験豊富なディフェンスを相手にした時どうなのかっていうところがありますね。あとは守備への意識、約束ごとに忠実です。さっき言ったですねジョアン・フェリックス以上にですね、サイドから前のですね、まあアップダウンというかコースカットプレスだったりですとか、ね、サイドバックからセンターバックへのパスコース切りながら、寄せに行ったりですとか、あとはですねサイドバックが、上がっていった時についていってとか、サイドバックと挟み込む守備とか、そのね守備をサボらずにすごい献身的にやって、攻撃に切り替わった瞬間も一気にスプリントします。ただそのスプリントするときにですね、最近ユナイテッド、マルシャルをワントップに使ってるんですね。なんで結構あるのが、まあ、マルシャルが、斜めにこう動き出す動きがですね、まあ、遅かったりですとか、自分自身がフィニッシャーになりたくて手前で受けようとするので、そのせいでですね奥行きを取れないみたいな。なんで奥行きを取るにはですね、後ろから上がってくるダニエル・ジェームスが追い越さなきゃいけなくなるので、その分スピードが停滞したりですとか、ダ
ダニエル・ジェームズ自体がですね、あまり上背がない中で奥行きを取ってくれる選手とか、斜めに走ってスペース作ってくれる選手がいないので、単純に空中戦要求されたりとかしています。この辺なんかね、まあ、マルシャルが、トッテナム戦ゴール決めたりとか、数字残してるんで、スルシャル続けそうなんですけど、僕はチーム全体でゴールを取るっていうですね、そういったスペースを作り合って、そこにボールと人を送り込むっていう、ゴールが生まれる時のパターンに照らし合わせますと、マルシャルワントップっていうのはですね、早めにやめた方がいいんじゃないかなっていうふうに、ダニエル・ジェームズを研究しながら、分析しながら思っていました。こんな感じでいかがだったでしょうか。皆さんのいいね、コメント、チャンネル登録お待ちしております。明日はレオザフットボールライブですので、通常動画ありませんが、帰ってこられたら生配信しようと思いますし、こちらのライフハックチャンネルですね、そちらで、サッカー以外の話ですけど、サッカー以上に論理的に戦術的に人生を分析していますので、ぜひともまだ見たことない方は見てみてください。レオザフットボールでした。バイバイ。